こんにちは皆さん。元気で健康を維持していることを願っています。また最新のニュースをお届けします。とてもとても衝撃的なニュース。中国、貴州で開催されている第19回アジア大会。9月30日、バスケットボール男子日本代表は韓国代表を83対77で撃破し、予選リーグ1位で順踊り時決勝進出を決めた。最年少18歳の川島優勝のシュートで口火を切った。今村啓太と川島を中心に猛攻撃を仕掛けると、開始4分で13点のリードを奪う展開に。だが韓国もこれに対抗。第3クォーターを終えて61対53と緊迫した試合が続いた。最終クォーターは一進一退の攻防を繰り広げるも、日本は猛追するライバルを振り切って3勝目をつかんだ。韓国のオンラインメディアは日本の戦い方を次のように評している。韓国のオンラインメディアは日本